ワルシャワにて2006年7月8日、スタニスラフ・シュシケビチはベラルーシの政治家、ヤゲオ大学教授、ベラルーシ最高会議議長、ソビエト連邦崩壊後、独立したベラルーシの初代の国家元首、ロシア語、ポーランド語に堪能。1934年ソビエト連邦史路、ロシア共和国の首都ミンスクに生まれた、交換教授としてポーランドのクラクフにある、 ヤゲロー大学に勤務した。1968年にソ連共産党に入党。1989年ソ連人民大議院大会第議院選挙にベラルーシ人民戦線派から立候補し当選した。デメンティ最高会議議長の下で第一副議長。1990年にベラルーシ最高会議は主権宣言を採択し同時に比較地帯であることも 宣言された。1991年ソ連8月クーデターで共産党を離党し、クーデターを支持したデメンティ最高会議議長の公認として、9月18日、ベラルーシ共和国最高会議議長に選出された。シュシケビチは、ベラルーシのベロベーシの森で、ロシアのエリツィン大統領、ウクライナのレオニード・クラフチュク大統領と共に会談を持ち、ソ連の解体。 独立国家共同体の結成を決定した。趣シ旨シケビチは CIS の統合強化には消極的で1992年5月 CIS の集団安全保障協定に調印することを拒否し協定調印に積極的な最高会議と対立した。1993年4月ベラルーシ最高会議は CIS 集団安全保障協定への調印を圧倒的多数で決議したが、主ケビチは再度調印を拒否し、議会と決定的な対立に至った。また、経済運営でも独立後の深刻な生産力の低下とハイパーインフレーションに見舞われ、経済危機が深刻化し、政権は弱体化していった。1994年1月最高会議議長を解任された。 1994年3月、ベラルーシ最高会議は新憲法を採択し、大統領制を導入することとなった。シュシケビチは、1994年6月に行われた大統領選挙に立候補したが、県事出身のアレクサンドル・ルカシェンコに敗れた。2011年現在、野党、ベラルーシ社会民主会議代表として活動している。ありがとうございます。